それから3点目でありますけれども、日本橋と山間の開館3周年記念フェアということでございます。で、この令和元年の5月29日から約6月23日まで約1月ほどですね、やろうということであります。で、3周年の特別展示としてですね、まず富山芍薬と工芸品の共演ということで、日本橋と山間の今までいろんな富山県の、芍薬だとか工芸品も お出ししようと思いますし、花千代さんはご出身のように、国際的にも著名な、いけばなの方でありますので、これで3回連続花千代さんにお世話になっているんですけれども、その都度大変高い評価をいただいておりまして、富山芍薬と富山の伝統工芸品を使用したインスタレーション、大変面白い華やかなものになるんじゃないかと思います。から合わせてですね、新元号令和 の出展がご承知の通り万葉集の牧野子ということですし、考案者は公式にはなかなか認められませんが、中西進先生であると多くの人が思っているわけで、この方のご著書なども展示したり、また令和最初の大相撲で朝乃山関の優勝ということもありますから、これを祝する写真パネル、手形等も合わせて展示してですね、日本橋界隈でも、もともと非常に最近注目度が高いんですけれども、さらに注目度を高めたいと思っております。それからこの機会にシアターオリンピックスも8月23日から9月23日までやりますので、こうした機会にですね、第9回のシアターオリンピックス、ロシアと共同開催ですけれども、この辺の写真パネルも行います。また富山の伝統工芸品展ということで、6月10日から6月23日まで、経産大臣指定の伝統的工芸品をですね、日本橋と山間で展示をしたいと。内容的には高岡銅器、稲見の彫刻、高岡漆器、生姜引き物生地、越中和紙、福岡の菅笠ということであります。それから観光交流サリンも今回リニューアルいたしまして、県産大の立山杉を生かしたものに今回リニューアルしますので、それのお披露目をすると。それから日本橋富山間オリジナルトートバッグ販売というのは、パリを拠点に活躍されているアーティストの河原信介さんとのコラボ、夜オリジナルトートバッグの限定販売をやろうと。それ、この河原信介さんというのは80年代初頭からですね、パリを拠点に活動されているアーティストで、例えばエルメスなんかの広告もですね、手掛けていらっしゃる方でございます。それから最後のこの3番目、クリエイターズトーク3周年記念、これは著名なデザイナーの佐藤拓さんに出ていただいて、佐藤拓さんが見つけた富山のデザインということで、例のこの美術館の屋上のオノマトペの屋上のデザインの監修を行った方ですけれども、この方に富山のいろんな見どころみたいな方をですね、ポスターとリエンナーレの話も含めてお話しいただければと思っております。から1枚めくりいただきまして、各フロアでそれぞれ特別企画をやることにいたしております。から開業記念イベントとして、日本橋と山間大感謝祭と銘打ちまして、富山の和菓子プレゼント大抽選会、それから
富山で人気の専門店の食パンを特別販売するとか、また日本橋富山館の名門ワークショップ&プラモト来館ということで、蔵元のですね、今回おかみさん方に出ていた、ここにイベント4つありますが、愛物昆布さんとか、お菓子の引き網高月堂、それから増し作りの今井商店、それから蔵元来館富山地酒の会というのは、6つの蔵元のおかみさん方に出てもらうと。それから7番ですが、3周年記念でスペシャルサンクスデイということで、参加費2000円でですね、感謝祭をやろうということでございまして、相当に賑わうんじゃないかなと。なお日本橋富山間の来館者数ですけれども、前の年に比べますと来館者数も1.1% ですけれども増えてますし、売上は 6.3% 増えている。普通やっぱり開館1年目は非常にいいんですが、2年3年とやや低落していくという傾向がありますけれども、日本橋富山館はむしろ伸びてますので、大変いいこと、いいなと思います。からもう一枚目いただきますと、フラワーインストレーション、これは昨年やったやつですけれども、それから観光交流サロンリニューアルというのは先ほど増えたやつの写真ですね。それからオリジナルトートバッグ、特に川原信介さんのデザインのこのうさぎが大変可愛いということで、非常に女性の皆さんの中に人気でございます。それから稲見については超特大の獅子頭を出したり、それから和食レストランでもちょっと食べてみたくなるような祭り丼とかですね、提供することにしております。以上で私からの説明を終わらせていただきます。